様、こんにちは。ゆうゆうニュースの時間でございますが、もう本当に10月になりましてね、なかなか、皆さんのご意見ご希望に沿うように全力で努力をしておりますが、お気に入っていただいているでしょうか。一生懸命この番組を、皆さんと共に進んでいきたい、こんな思いで、お届けをしているわけでございます。司会進行はエイミーがさせていただきますが、この番組の提供は練馬にありますゆうゆうモデルさんというドレスと、装飾品などを皆様に提供させていただいているお店でございます。そして年3回か4回、ジョイントコンサート歌謡祭と大変お力添えいただいています。本当にありがとうございます。来年に向けてまた頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日は、クラウン徳間ミュージックの綾代美沙さんをお迎えしての、このゆうゆうニュースの時間を皆さんにお届けしたいと思います。ようこそおいでくださいました。ありがとうございます。2度目のご出演ということで、ね、そうですね、懐かしく思って楽しみにしました。もう去年で、はい、そうですね、もう100回を超えましてですね、この番組も。そうなの、すごいですね。皆さんいろんなね、話題が終わりになる歌い手さんがね、はい、多くご出演いただいてて、はい、いろんな話を伺うんですが、はい、皆さん聞いてらっしゃる皆様も、聞き役の私も、はい、綾代美沙さんの人生ですね、はい、とても感動的な人生を送ってらっしゃるので、はい、もう一度ご出演をという声がございまして、はい、どうも今日はありがとうございます。さあ、それで、はい、頑張れ日本、世界の輪、世界の輪、はい、うん、いかがですか、はい、そうですね、はい、最近あのジプシーチェリーは皆さん歌ってくださるんですけど、はい、頑張れ日本、よくよく聞くとこれもいいねって、最近は男性の方がすごく多くなったら、それでカラオケ屋さんで歌ったら女性たちがこうリズムに乗ってだいぶ、はい、これ楽しいって、なんかイケイケムードになっていいとかって、はい、ああ長生きしててよかったなと、はい、はい、長生きしてて、はい、みんなだからね、結局ね、私もね、あのいろんな歌を、まあ、本当にたくさん歌があるじゃない、はい、そしてこの頑張れ日本にしても、ジプシーチェリーにしても、はい、あの歌ってくださると本当に、ああ綾代さんの曲歌ってくださってんの、はい、どうもありがとうございますって私が挨拶して、ありがとうございます、綾代美沙さんになり変わりました、はいはい、そのぐらいジプシーチェリーをね、はい、男性がご披露いただいたステージもご一緒させていただいてることがあって、はいはい、すごいですよね、うん、はい、すごくね、はい、声援する時もね、はい、僕のあれなんだからとか、ね、なんか必ずそういう声援がいただけるんで、うわ、たった一つの愛があればいいってうちの中言えてるじゃないですか、いつもこうやって助けられてるなと思って、最近は特に、はい、応援っていうのがすごく前向きに、あの生き生きとさせていただいてます、はい、やっぱり謙虚な姿勢で相変わらず素晴らしいですね、はい、歌の道もなんか厳しいとは言っても、はい、みんな心ある人が一生懸命、そうなんです、あの心から歌をお届けしてるんですよね、はい、そう思います。聞いてらっしゃる皆さんもね、はい、多分その辺を感じてらっしゃると思いますけれども、はい、いろんなコンセプトで歌われてる歌い手さんがいらっしゃると思います。で皆様のご贔屓の歌い手さんたくさんいらっしゃると思いますが、それぞれの個性をね、はい、あの大事に歌ってらっしゃる方が多くいらっしゃいますので、はい、そうですね、綾代美沙さんもその中の、はい、ありがとうございます。どうですか、はい、あの、はい、今の歌の活動は、はい、やはりこの辺を中心にですか、はい、そうですね、はい、やっぱり東京都の走り回るというか、それであとあの、うん、最近はあの、はい、スポーツ新聞に結構なんか私がニュースになったことがあるんですよ今日、はい、それがあの新聞記者の人たちは全部は見るらしいんですよね、はい、そしてスポニチさんとか、うん、あの放置新聞さん、北海道から九州に至るまで、チランの方、九州、はい、星慶三先生と私、はい、あのチランに寄付してるじゃないですか、はい、だからそっち九州にも興味があって、はい、それでそちら あの新聞に載せていただいたりして記事を、はい、そうするとね、なんか全国に少しでも伝えてくれるとありがたいなっていう思いで、はい、嬉しく思ってます、はい、あ、そうですか、はい、あ、そんなに広範囲にわたって、はい、ありがたいですね、はい、星慶三先生がやってらっしゃるこの、はい、どこかにご寄付なさったりしてることは、はい、あのこの歌を、うん、あの頑張れ日本とジプシーチェリーに歌われた、はい、あの
CD 買ってるじゃないですか、はい、そうすると自動的に、はい、あの知覧と東北の爆発しましたよね、一番最近7年ぐらい、あちらに寄付なさっていただいてるっていう、はい、2人の出資は同じですね。はい、そうですか、はいはい、まあ本当になかなか簡単にお話しいただくときは聞くことは簡単だけど、ね、なかなか取り組みとして大変ですよね。そうですね、一番最初に星慶三先生とお会いしたときに、あのボランティアの活動というか活動まで行かないんですけど、なんかそういう話になったときに、いや、あの林さん知ってるか、僕はこうこうこうなんだよ、この歌もこの歌もこうなんだよって聞いて、そうそう、私も存じ上げてます。何曲もありますよね。そうなんです、はいはい、でこの歌じゃもうぞね、歌じゃもうあれだったらよかったらこうしてっていうか、もちろんですっていうことで、だから舞台の上でこの歌を歌っていただくと、知覧と東北にあの皆さん自動的に寄付をよろしくお願いしますみたいな感じで、ね、今、はい、とっても災害も多いし、そうなんです、あのご苦労なさってる日本全国の皆さんいらして、また世界も大変だったりするので、そうですね、あの知覧と東北っておっしゃってますけれども、うん、一つのところが元気になるとまたみんな頑張ろうと思われるんでね。そうなんですよ、はいはい、これが本当に小さな力が、はい、そうですね、大きな力に変わっていくということがあるのかもしれないですね、はい、そうですか、はい、そういう取り組みをなさりながら、はい、あの時ご出演いただいた時から何も変わらず、はい、愛城さんはその路線一本で、はい、歌い続けてくださってるんです ね、 ですね、はい、そうですね、実はあのご覧いただいてお分かりになりますでしょうけれども、はいはい、ハーフでいらっしゃるんですね。そうなんです、日本大好きだね、はい、だからそんな気持ちも、ね、本当に私たち日本人で気づかないところもね、はい、あのそうしてハーフでいらっしゃる愛城さんに教えられるような思いがいたします。はい、ありがとうございます、ね、またこのお話は後半戦で、はい、そうですね、はい、ちょっと休憩いたします、はい、愛のジプシー乙女の頃、夢を見ては笑われて、恋をしては泣かされて、大人になる頃は一橋の苦労人さ、男なんて世間なんて当てにゃしないさ、負けないさ、孤独に咲いたジプシーチェリー、それでもやっぱり人生を楽しんで今日も生きている、今でも心は熱いまま、たった一つ信じられる愛があればいい、人生は人生は時に素晴らしい。